今日の奇跡。皆さんこんにちは、木原美奈です。私は現在大学4年生で私立の看護大学に通っています。今日は私が学費を求めた時に起こった奇跡についてお話しします。私の父は牧師をしていてとても尊敬しているんですけれども、仕事柄経済的にちょっと裕福とは言えないような状況です。そういったこともあって大学1年生の時に給付の奨学金を申請することにしました。探したところ2つありました。1つは A という奨学金で、こちらは月額4万円なんですけれども、他の団体と併用することができないというものでした。もう1つは B という奨学金で、こちらの方は月額10万円で給付で、しかも他の団体と併用ができ、一度受かったら大学4年間ずっとこう支払われるというものでした。もちろん B の方がいいなと思ったんですけれども、事務の方によると私の大学から合格した人が一人もいないということで、ということでした。で、少し迷ったんですけれども、現実の問題として B の奨学金じゃないと学費を支払うことができないんですね。また聖書には求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあるので、お祈りしたら受かるんじゃないかなと思って B の奨学金を申請することにしました。流れとして、書類審査の後面接、それに受かったら合格という流れがありました。で、まずこの書類を書いている段階でちょっとずつ自分の状況を理解し始めたんですね。お父さんがどれだけこう経済的に厳しい状況の中、私を私立の大学に入れてくれたのかっていうのがすごく分かって、こうますますこの奨学金に受かりたいって思いが強くなりました。書類審査の結果は5月末にこう通知が来る予定だったんですけれども、6月に入っても結果が届くことがなく、私はこの奨学金に落ちたのだと思いました。正直この奨学金にすごく期待していた部分があったので、最初落ち込んだんですけれども、このことも感謝しようと思いました。どうしてかというと、聖書には全てのことについて感謝しなさいとあるからです。神様に感謝するときに、神様が悪いと思えるようなことも全て良いことに変えてくださると約束してくださっているので、私はこのことを感謝しました。そして他の奨学金を探し始めることにしました。最初の方はすごく探すのに一生懸命だったんですけれども、ある時にもう全部神様に委ねようという思いになって、学校から家に帰る帰り道にこんな風にお祈りをしました。愛する天のお父様、奨学金に落ちたことをありがとうございます。私はこの B という奨学金が受かって学費を支払えると思っていたけれど、神様は違う方法で学費を支払おうとしておられることを信じます。今はどういうふうに学費が与えられるかわからないけれども、神様は神様の方法で絶対に用意してくださることを信じます。そしてこの奨学金 B は全てをご存知な神様が一番必要としておられる方にこう与えてくださったことを信じますと、本当に、涙ながらに心からお祈りをしました。で、その時までは正直一生懸命自分で頑張ろうとしていたんですけれども、この祈りの時に初めて全部神様に委ねて神様に任せようと思うことができました。で、お家に帰ってポストを開けると、なんと B という団体から郵便が届いていたんですね。で、急いで部屋に戻って封筒を開けると、なんと書類審査の合格の通知が来ていました。で、私はそのタイミングもあってすごく神様の大きな愛を感じて、こう喜びが溢れてきました。で、まだ面接も残っていたんですけれど、もう絶対面接に受かるっていう確信があって、実際に面接にも受かって今はそれで学費を支払うことができています。で、現在コロナウイルスのこともあって経済的に厳しい状況の中、学費のことを全く心配することなく学生生活を送ることができているのは神様の大きな恵みだなと思っています。神様に感謝します。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。